すごい部屋にアサインされました。最初ね次の部屋を予約してたんですけど、リクエストしてたんですけど、次の部屋は1階でバルコニーないよって言われて、で1つのベッドだったらなんか広い部屋があるからそっちにしないみたいなこと言われて、それで案内されてきたらこんな部屋でした。これこんな、ちょっと何これって感じ。あんな上にテレビあるし、でトイレがあってビデオまであって、さらにシャワーブースがあるの。鏡がすごいよね。なんていうの、なんかもう表現できない感じで、実際この中はね、あのレインシャワーなんかもあったりして、いや真面目にこんな部屋いいのって感じ。いやだってこんなところテレビがあってさ、ジャグジーだよ、ジャグジーなんか信じられないぐらいの部屋に案内されました。でここでちっちゃな部屋があって、さらにこんな部屋で、いや真面目に何これっていう、そんな状況でございます。うん、でなんかこんな電話があって、でウェルカムフルーツがなんか置いてあって、なんでこんなに歓迎されてしまっていいの、お金すごい高くならない、大丈夫って感じで、これ出るとこんな感じでテラスがあるんですね。もうすぐそこ川ですよ。でさっき泊まってたホテルがあそこの上ですね。いやー何これ、かっこよすぎるよこれ。冷蔵庫はこんな感じですね。そして、まあ、こんなカップ関係奥に、で下にはワインとか、まあ、これ有料でしょうけど、であと引き出しが開いてる感じですね。いやすごいね。泊まる部屋この204っていうこの部屋ですね、角部屋、なんか一番広い部屋、真面目にいいんですか。ここは傘があるのはありがたい。でスリッパが下にあって、上にこんな感じでバスローブ、こちら側は金庫、いや金庫もでかいし、ここにドライヤーがありますね。わこれなんか袋がある、すごいね。いやすごい、めちゃすごい、めちゃすごいしかない、そんな状況です。いろんな予約サイトの
表彰を受けてるやつやね。さっきまで電気が全部ついてなかったけど、全部電気ついた。プール中庭、プールビュー。ここが本日の宿泊のホテル、ホテルマジェスティックです。ちょうど旗が傾いているところだから、あの角が自分たちの部屋になりますね。でその両側のテラス、それが、私たちの部屋のテラスということになる。いや、すごい部屋をもらいました。こんな感じでね、すごく交通量の多い通りの、横にあります。ここがね、ちょうどドンコイ通りって言って、まあ、一番の繁華街というかハイブランドなんか並んでる通りですけれど、ではですね、ちょっと対岸に渡ってみたいなと思います。対岸に渡ってみましょうか。ここはね、一番難易度が高いっていうふうに言われているところですね。行きますか。よし、とりあえず真ん中まで来ました。今度は車が多いです。うん、この車が切れたところかな。ここですね、ここで行きましょう。うわ、ただ来るね、突っ込んでくるね。いや、なかなか難易度は高かったです。今日泊まってたホテル、ランドマーク81がこれですね。でここはちょうどあの橋のあたりなんか新しい建物がいっぱいできていて、まあ、さらに積み上がってる最中の建設中のビルなんかもありますね。でこっち側がどっちかっていうとちょっと古めのところで、ルネサンスホテルね、なんかもあります。ルネサンスホテルはね、何回か泊まったことがあるんですけど、結構いいホテルです。景色もいいですしね。でリバティセントラル、そしてここに、マジェスティック、これが、やっぱり今一番古いホテルの方に部類になるんじゃないですかね。で多分あの上、一番上が M バーということでバーがあったりします。朝食会場も確かその辺じゃないのかなっていうふうに感じがしますけど、あんまり詳しく教えてくれなかったんで、それは明日また確認する感じになるかなと思いますね。あそこなんかはまた新しいビル作ってますね。やっぱりどんどんとこのホーチミンの街も変わっていってるのがよくわかります。対岸なんかはね、昔は特に何もなかったんですよ。このルネッサンスに泊まって正面に行くと、まあ、多分ちょっと古めの建物があったりとかっていうことで、ここには
なんかプロパガンダ的な、ちょっとした、ものが飾ってあったりとか、まあ、あれですね、こんな感じのものの、もっと、なんだろう、あんなに色をいっぱい使ってない感じですけど、そんな看板がですねずっとここに並んでたっていう、そんな感じだったんですが、まああそこにも今建物、高いの建ち始めてますし、こちら側ですね、こちら側も高いものが建ち始めてますので、これからねこっちの対岸の方もねどんどん変わっていくんじゃないですかね。ただこちら川のどうも中洲に当たるような感じです。なので、まあいろんな意味で高い建築物なかなか建てにくいっていうのはあるのかもしれないですね。でこっからですね、リバークルーズみたいなものがあったりとか、いろいろと船に乗ってどっかに行くっていうこともできるような場所になっているということです。あそこはサイネージになってるんだ。単純にプロパガンダだけじゃなくて、ああいうサイネージで最新の医療設備のなんか広告が出てますね。とにかく、今日泊まるのはこちらホテルマジェスティックになります。コーヒー屋さん、なんかすごい盛り上がってる。また火焚いてる。こんな感じで焼いてるやつ多いんだよね。レックスホテルの上が回ってる。今ちょうど部屋に入ってきて、もうほんとすぐなんですけど、すごい雨が降ってきました。うわラッキーだったって感じだな。バイクの人がね一生懸命着てます。カッパを、カッパいる、カッパいるって感じでね。そうで、ちょうど向かい側でね今少し花火をねなんか対岸で上げてたんですけど、それはもうなんか一瞬にして終わっちゃいましたね。でそれと同時に雷ドーンという感じで落ちてました。いや来ましたねこれは。いや本当にねラッキーって感じですよ。こんな雨来てたらね傘持っててもねずぶ濡れになっちゃう。
そう、時間は7時45分です。おー、今すごかった。7時45分そう、迷いながら、もう結局買い物はちょっとスーパー行くのは諦めてやめて、それでちょっと短縮コースで帰ってきたというよりも回ってきたんですけど、本当にセーフでした。ということで、今回もなんかお土産らしいお土産買えてないので、皆さんごめんなさいって感じです。関係者の皆様。おはようございます。今朝の7時50分です。朝早くからホーチミンバイクの音が響いてます。やっぱりベトナムって感じですね。もうかなりね、蒸し暑い状態になってます。今ね、5階のテラスのところでですね、朝食を食べてきたんですけれど、ちょっと日が当たって暑い感じでした。今日はこれからもう空港に戻って帰ることになります。あっという間の、ホーチミン滞在でしたけれど、とっても楽しかったです。どちらかというとね、アクティブに動くっていうよりもホテル滞在が中心でしたが、とても良かったです。さあ、なんか名残惜しいですけど、とりあえず最後の身支度をして、このままチェックアウトの準備に入りたいと思います。それでは帰りの支度したいと思います。ここが朝食を食べてた場所ですね。そこからですね、ちょっとこの方面からとこんな感じでボールルームのエリアがあります。結構ね、広いボールルームですね。下のね、カーペット絨毯すごくふわふわです。今ちょっとだけ入りましたけど、すごいおしゃれですよね。やっぱりね、昔の建物っていう感じの作りです。ここ自体はね、ちょっといつできたものかわからないですけど、朝食を食べた会場の横の階段を登っていくとこんな感じで、さらに上にテラスがあります。グラブに乗り込みました。
いよいよホーチミン離れます。やっぱりね、蒸し暑いですけど、まあ、楽しい街ですね。じゃあこの後空港に向かいます。